はい、酒好き直りの飲酒動画始めていきたいと思います。今回はノイリープラット、ノイリープラットという、これはね、以前から俺が飲みたかったベルモットですね。かっこいいんですよ。このラベルもかっこいいしね、緑色のこういう長細いやつなんですが、これが値段が1000円ですが、これは 750ml のものですね。ノイリープラットのドライという。ドライと、ノイリープラットのベルモットはね、ドライとスイートがありまして、それのドライバージョンですね。ノイリープラットは1813年フランス南部マルセイヤン生まれ、伝統的製法を今日も守り続けている数少ないベルモットです。オークダルにて1年間太陽の下で熟成、軟物の、夏の強い日差しが奥深い芳香を与えます。へえ、珍しいですね。わざわざ太陽の下で。その後、20種類以上ものハーブを丹念に漬け込み、延べ2年以上の歳月をかけて卓越した味わいに仕上げられています。ノイリプラとドライは食前酒として理想的な飲み物であるだけでなく、カクテルの材料としても、また料理酒としても最適です。カクテルレシピ。オリジナルドライと書いてありますね。ノイリープラットドライを3分の1。グレイグースウォッカ。3分の2。そしてオリーブもしくはレモンの皮を添えてと書いてあります。アルコール度数が18度。原産国がフランス。これはバカルディジャパン株式会社の製品と。まあ、バカルディということになってます。グレイグースウォッカって何それ？聞いたことないんだけど。グレイグースウォッカ。グレイグースウォッカ。多分見たことない。なんかすげえ綺麗な、波というか、白鳥が書いてありますね。しかも、たっけ、値段2267円だって。クソ高えじゃねえか。フランスの、グランドシャンパーニュ地方の天然湧き水を、と厳選したグレーンのみを用いて作られるプレミアムウォッカですって。ポットスチルによる5段階の蒸留により、限りなくクリアでスムーズな味わいに仕上がっています。だそうです。ちょっと高いですね。高すぎる。一番安くても2000円するね。恐ろしく高いな、このウォッカ。ありえん。まあいいや、とりあえずストレートでいただきたいと思います。今日関係ないんですが、この、綾鷹のね、なんていうの、これ。コップがね、スーパーに、あやたかの2リットルペットボトルを3本買うとついてくるやつで、ね、もらいました。やったね。関係ない話を交えつつ、ね、このノイリプラットのドライ、飲んでいきたいと思います。ストレートでいただきます。乾杯。ん？すげえ、これ。すげえぞ。香りが、ぶどうジュースだ。ぶどうジュースっていうか、マスカットジュース。おー。あー。でもこれでドライ。ドライか。これでドライですか？
俺が持ってる、鎮座の、鎮座のこちらはエクストラドライですが、こちらと飲み比べてみましょうか。ノイリープラットの方は結構甘いぞ。うん。そして非常にマスカットフレーバー。うん。の味がしますが。どれ？うん。うん。やっぱり、新座ののエクストラドライの方がドライだ。辛口ですね。うん。うん。うん。辛い。辛さがある。こっちはちょっとマイルド。で、スイート。うん。ですね。あ、でもすげえフルーティーで。こっちめっちゃフルーティーだわ。ノイリープラットは。うん。ものすごい。だってマスカットの味がすげえするもん。こっちは。うん。うん。うまい。これはうまい。それでは、ね、お約束のマティーニを作ります。ジンを3です。ジンを3に対して、ベルモットを1。ノイリープラットのベルモット入りまーす。まあ6、本来は6を浮かべるんですけど、6っていうか氷をね。いただきまーす。乾杯。うん。うん。うん。まあ、美味しいんじゃない？うん。でね、これね、開栓後用冷蔵って書いてありますね。チンザナの方は書いてないです。うん。でも両方度数が18度ですね。変わらない。チンザナは、原産国はイタリア。ですが、ノイリープラットはフランスです。うん。うん。やっぱフランスの方がやっぱり、まあ、あれなんでしょうね。うん。まあ、ブドウの産地ですからね。フランスのボルドー産とか、ありますから。うん。ノイリープラットか。で、関係ないんですが、今日、俺の職場の酒好きなね、おっさんが言ってたんですが、いつものおっさんが言ってまして、ね、何がうまいって言ったっけな。なんとかマイスター。なんだっけ。すげえかっこいい名前。あれ？ちょっと待って。マイスター。なんとか、なんだっけ。なんとかマイスター。酒でググります。なんだっけ？何マイスターだっけ？
イエーガーマイスター。ね、かっこいい名前の。イエーガーマイスターという。こちらがですね、うまいと。最近買ったと言ってまして。こちらがですね、まあ、いわゆる、その人が言うには、まあ、俺が大好きな、電気ブランですね。電気ブランの、とか、アブさん系列の、まあ、薬草系列の、お酒。まあ、アブさん、美味しいアブさんと言ってました、で、じゃあ今日買ってこようと思って、酒屋行ったらですね、1700円しまして、700ml ね。度数が35度なんですけど、高っかと思ってやめました。でもこちらはですね、すごい大人気の、売り上げナンバーワンの、うんたらかんたら酒らしいですね。よくわかりませんけど。世界で。まあ全体的な、緑色の、ね、瓶に入った、鹿のマークが、鹿がね、真ん中にいるやつなんですけど。こちら、今アメリカで大人気の56種類ハーブを絶妙のブレンドで配合したドイツのハーブリキュールです。という感じですね。これ自体の色は、まあ、電気ブランの濃いバージョン。ちょっと黒めの、コーラみたいな色してますね。これがね、非常にね、大人気というらしいです。いろいろググってみると、確かにすごいらしいです。イエーガーマイスターということで、ね、まあ今度俺が給料日の時にでも買いましょうか。基本的にね、これはアイスっていうか、キンキンに冷やして冷凍庫に入れといてストレートで飲むのが基本らしいですね。まあ、とりあえず、ノイリプラットの、あれに入りましょう。解説に入りましょう。ノイリプラットとはフランス南部のエロー県。エロー県、伸ばして県にあるマルセイランで生まれたドライベルモットである。コンセッシュの一種であるが、通常リキュールには分類されない酒。ああ、これワインですね。リキュールではなく、これワイン系列なんで、リキュールのところには、酒屋には、ないというか、場所にはない。ワインのところにあります。大体。植物学者、1813年、植物学者、ジョセフ・ノイリーによって作られた。なんで植物学者が作った？今日では、ドライベルモットあるいはフレンチベルモットと呼ばれる無色のベルモットの元祖だ。無色ではないんですけどね。なお赤いノイリープラットと琥珀色のノイリープラットはより最近のものであり、あまり知られていない。ノイリープラットのアルコール度数は 18% である。となってます。フレンチベルモットというのは何だ？フレンチベルモット。ああ、フランスのベルモットってことか。なるほどね。
原料となる白ワインは、南仏、南フランスのラングドックルーション産の2種類の白ブドウ、ピクプール種とクレット種が原料と。まあ以前にも言いましたけど、よくね、まあ、瓶がかっこいい、プラス、多分ま、ベルモットとしては多分一番高い部類なんで、おそらくね。なんで、バーではよく使われてると思います。多分ね。俺はあんま知らないけど。ノイリープラット。かっこいいですよね。本当に。値段も安いし。ね。美味しい。まあでも、チンザナの方は酸っぱいですね。結構酸っぱい。ノイリープラット。っていう、ヨーツベに動画がありますね。甘口で有名なのはチンザノなんだって。辛口のベルモットといえば、このフランスのノイリープラットが有名だって。嘘つけ。嘘つけ。こっちの方が辛いわ。酸っぱい。チンザナ酸っぱいし、酸っぱいし、ちょっと、ちょっとあれだね。やっぱ辛いね。若干ね。甘い。こっちの方が断然甘い。甘いけど、すごい香り高い。とにかくフルーティー。で、なおかつ、なんか、本当にあれだな、マスカットジュースのような感覚です。美味しい。いや、でもこれうまいな。この瓶をこう眺めながら飲むっていう。瓶をつまみにするという。これはうまいね。はっきり言って。ワインがあんまり嫌いな俺でも、断然うまいと思う。これは。原料ワインを屋外で長期熟成するっていうのはすごいですね。
ね。すごいよね。正直。すごいな。斜め上行く、あれだよ。作り方だよね。ものすごくね。うん。うまいな。うまい。もう個人的にスイートベルモット、まあ、やっぱドライっていうぐらいだからさ、もうちょっとさ、ドライの、なのかなと思いつつ、全然、この、スイート感。うん。ですね。うん、これはすごいな。うまいな。ベルモットハーフ&ハーフ。作ろうかなと思ったけど、よくよく考えたらない。ないね。まあいいや。ね。まあとりあえず。俺個人的にこれは、ベルモットはさ、あの、マティーニを作るときは、1対1で作った方が、うまいんじゃないかな。マティーニじゃないんだけど。全然マティーニじゃないんだけど、それだと。マティーニは基本的に、ね、1対1じゃなく1対3で作るのが普通なんですが。まあ、あとは俺飲んだことないマティーニは、のシリーズで言うと有名なんだと、っていうか、俺が知ってる中だと、マルティーニ。マルティーニという、メーカー名前の、ベルモットですね。うん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 。うまい。うまいね。これぐらいがちょうどいいと思うよ。俺、1対1で、ジンとベルモット、ドライベルモット1対1ぐらいが、個人的にちょうどいいんじゃない？まあでも、普通だと、ステアして作るからね、マティーニは。だからこれが若干水で薄まりの、と考えると、まあ2対1ぐらいかな。ジンを2に対して、ベルモット1ぐらいがちょうどいいかな。うん。うん。うまいね。オイリープラット。うまい。このシーグラムジンがもうそろそろなくなりかけてきたんですが、これどこだ、これロンドンドライジンじゃないだろ。
グラムジン。ルーレンスブルグ。どこだこれ。って書いてあるけどな。まあいいか。でも、マティーニ、まあ基本的にドライマティーニ。だから、ドライジン。やはり、ドライジンを使った、マティーニで一番、うまい、に合うジンってなんだろうね。まあ、とりあえずノイリープラットはまあ、間違いなくベルモットには合う、あ、マティーニには合うと思うから、それはいいとしても。辛口。って言ったらタンカレーになるんでしょうね。一般的にね。まあ、俺は別にそこまで辛いのは好かないんで。まあ、やっぱビーフィーターあたりで。普通に。普通の、もう、ジン。ロンドンドライジン、王道。もしくはゴードンジン。で行くかと思うんですが。ゴードンジン。ね。もう俺の中でね、ゴードンジンとね、なんだ。ゴードンジンと、ビーフィーターはね、もう、ジンの中で、の、もう、王道というか、王道中の王道ぐらいの、ジンなんですよ。もうこれがジンという、これジンの代名詞。ほとんど多分味ほぼ変わんないと思うんですけど、どっちもロンドンドライジンだしね。まあ、何が違うのか個人的にもわかりません。でも、前々から言ってる、剣について、剣で多分ゴードンの方を選ぶ。理由は、何度も言うけど、蓋が閉まらないから。ね。ビーフィーターはあれ、蓋閉まんねえから。ダメ。ボツ。って感じですね。ダメ。鎮座の一対一で飲んでみようかな。鎮座のベルモットエクストラドライ。酸っぱいね。本当に。もう酸味が強い。そう、関係ないけど、今日すっげえ雪降ったね。10年に一度だか。うんたらかんたらって言ってたけど。東京でもだいぶ雪降ったっぽいですけどね。まあ、
新潟では30センチぐらいかな。積もりましたね。ゴードンか。とりあえずゴードンも飲みたいんだけどさ、それよかさ、ボンベサファイアが飲みたいんですよね。久々にね。ボンサファちゃんが飲みたいですね。やっぱスパイね。ボンサファちゃん飲みたいね。で、関係ないですけど、その、俺のね、その同僚のおっさんはですね、よく俺のことを低所得層と言うんですが、まあ、ね。またお得意のね、ウイスキーの語りが始まりましてですね。まあ、その人は、ボーモアが好きらしいです。ボーモア。ボーモアの何年か知らんけど、17年だかな。18年か。ボーモア。ね。このアイラ島、スコッチなんですけど、アイラ島のスコッチなんですよね。アイラ島っていうところでできたスコッチ。これだからね、なんかね、ちょっとね、しょっぱいんだって。なんかしょっぱいって言ったっけな。なんかようわからんこと言っとったな。ボーモアね。ボーモアちゃんですけど。で、その人は、甘いウイスキーは飲みたくないっていう、そうで、基本的にバーボンとか、ジャパニーズとか、一切飲みません。多分その人が飲んでるのは、ボーモアの18年かな。多分一番高い1万ぐらいするやつって言っとったんで。1万ぐらいのやつ飲んでるんちゃうかな。ちょっとわかんないですけどね。とにかくうまいと。あ、ボーモア25年のやつもあるっぽいですね。はぁ、何年まであるんだこれ。ボーモア飲んでみたいな。一番安いやつで12年。で、次が15年、18年、25年と。多分18年ですね。多分さすがに25年は4万5000円だって。希望商売価格に 4万5000円だって。これはさすがに多分飲んでない。多分、18年。18年8000円かよ。18年が8000円で25年がいきなり上がって4万5000円がこれプレミアついてるな。プレミアっていうか。これは多分限定でしょ、おそらく。で、一番安い12年が3700円。で、ハーフボトル 350ml が2200円。となってます。ハーフボトルだったら2000円で買えるね。でも高いな。高いね。なんだってこんな高いんだろう。一番安いので3700円もするのか。恐ろしいな。恐ろしいな、これな。よこんなん飲んでるわ。ふわーって感じするね。恐ろしいね。ボーモア。ね。ボーモアか。飲みてえな。どっか安く売ってねえかな、ボーモア。楽天市場だとちなみに値段が一番安いやつの12年だと
30年とかあるんだけど。37年とかあるよ。何これ、キチガイの値段なんだけど。15万7500円だって。キチガイオッズ。あれ？あれ？ボーマ10、え？何これ？ボーマ12年のマーマレードだと？ジャムじゃないか。すげえ、340g で761円だって。なんかやけに安いのあるなと思って見たら。ボーマー12年のマーマレードだって。こんなもんあんの？何ウイスキーでマーマレードとか。意味がわからん。もう頭いかれてる。もう頭いっちゃってるレベルですね。これは。うん。350ml で一番安いので1778円。フルボトルで2696円が最安値ですね。高いな。2600円か。うん、俺の小遣いを、もう、今日買った酒でですね、実はもう一本今日買いまして、2種類買ったんですね。うん、まあ、次で紹介しますけど、キャプテンモルガンの、ね、オリジナルスパイスドラム、買いまして、これが1400円ぐらいなんですけど、今日でもう、多分1万超えたね。1ヶ月の俺の酒の、ピーク量、1万円超えたんですよ。もうちょっと買えないわ。うん。ね。うわ、ボーマハイボールの作り方だって。ピーピー。ボーマハイボールにするね、こんな高いのハイボールにするほどの金持ってないよ、俺。もったいない。バカじゃないの？アホなのか、これ。楽天市場に書いてあるけど。ボーマハイボールだって。バカじゃない。マジ、冒涜してるよね。俺はね、酒に対しては、絶対まず守ることが一点あって、俺の中で。まあ、この動画を見てる人だったら、まあ、大体、なんとなくわかると思うんですが、まず、うん。一点だけ守ることがありまして。それは、まず、最初に買ったらストレートで、飲むということです。しかも常温のストレートで。まずこれで、これですよ。すべては。すべてはこれ。はっきり言うと。もうまず、ね、常温のストレートで飲んでみてですよ。そっからいろいろこう、試しの、あれはいいんですけど、少なくともやっぱり、常温で飲まないと、常温のストレートで飲むのが酒にとっての、一番なんか、こう、ねと、礼儀だと思いますね。俺は、少なくとも。まあ、で、プラス、ハイボールは、もう、はっきり言って、安ウイスキーとは言わないですけど、まあ、そんなに高いウイスキーを、で、ね、やるもんじゃないと、俺は思うんですけどね。僕はね、あくまで僕は。まあ、あくまで僕はっていうか、まあ、まあね、やっぱりね、さすがに。もったいないですよ。もったいない。本当にもったいない。もう冒涜してるとしか思えない。俺は。うん。ボーマー高いね。ボーマーね、高い。
まあ、高いということでいろいろありましたけどね。まあ、とりあえず本題、ノイリプラットですよ。これはうまいでしょ。あの、冗談抜きで。これはマジでうまい。あのね、ベルモットというよりも、ワインの常識を覆すぐらいのフルーティーさと、香り、ですね。うん。だいたい白ワインだから、これ。ベースが白ワインだから、それに薬草とか香草を加えて、うんたらかんたらでしょ。これはやばいよ。口当たりと、香りと、甘さと。特にこれびっくりしたのは、この、マスカット?ん?なんだこのマスカット。マスカットしてるのはっていう。ものすごい、結局、白ワインって言ったら白ぶどうですか?白ぶどうイコール、ね。マスカットです。しかもこれ、オークダルで1年間太陽の下で熟成させてんだよ。ね。で、さらに、その後、20種類以上のハーブを漬け込んで、また、1年ですよ。これはすげえわ。チンザノと比べもんならん、これ。もうチンザノこれを飲み終わった後にこれを飲むと、まず第一声、酸っぱい。うん。酸っぱい。うん。冗談抜きで。酸っぱいし、なんかこう、新鮮さがない。すげえこっちは新鮮なんだよ、なんか。口の中いっぱいに広がるこのマスカットの新鮮な香りがするんだけど、これはチンザノはね、全然そんなの感じられない。はっきり言って悪いけど、うん、まあでもチンザノはまあチンザノはまあこれはエクストラドライはあまりおすすめはできないですね。なんか飲み終わった後で、もう評価し終わった後で、申し訳ないですけど。新座のはね。買うとしたらスイート。ビアンコは一番ダメなパターン。スイートですね。赤ワインのやつ。うん。うん、やっぱ酸っぱい。で、なんか癖がある、なんか。うん。ノイリプラット満載です。マジで。ノイリープラット、うめえ。やっばこれ。なにこのうまさ。コクは、まあ普通、甘み。は、若干甘い。香り。香りがやはり、突筆して、ものすごいでしょ。これは文句ない。五つ星をつけます。さすがに。これはすごい。よくやった。さすが天下のノイリープラット社。じゃあね、バカルディ社か。さすがバカルディ社の商品。ですね。ね。ね。国三つ星。甘み四つ星、香り五つ星、おすすめ五つ星です。まあ、コクはまあ、結構スッキリしてる。まあ、スッキリしてるけども、まあ、普通ぐらいでしょ。ね、若干甘めの香りはものすごい。もう、それ以上に言うことはない。しかも値段が安い。安いというか、普通に1000円で買える。それではご視聴ありがとうございました。